皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もひょうえるやっていきましょう。今日の動画ですね、久々にパックの開封をしていこうと思うんですけど、まあ、ただねパック開封しても面白くないんで、今回はこのねキャンペーンページにある TP イベントですね、こちらのタイムパス TP 開始キャンペーンのゴールドがあるんですけど、こちら6000FV で売ってます。でこれ買うと最低ね12億手に入るんですけど、今回この6000 FV 分パック買っていって、引いた選手ね、もし仮に全部打った時にこの TP12 億より果たして稼げるのだろうかっていうね、そちらをね検証していきたいと思います。もし今回検証して6000 FV でパック引いても12億届かない場合はこっち買った方がいいし、もしね12億よりね稼げた場合はねパック買った方がお得になるんで、そこをねちょっと今回は FV 使って検証していければなと思います。もちろんね、パックの引きには左右されるんですけど、まあそれはそれということで、はい、今回やっていければなと思います。で、今回ね、買っていくパックなんですけど、まあ 6000FV となると、1600FV のを買ってもいいし、表彰先発チャンスパック買ってもいいし、ファンダイクのやつね、買ってもいいしと思ったんですけど、まあ俺ベリンガム欲しいしね、今回ベリンガムのこのチャンスパック、400回限定購入可能なんで、こちらね、買っていこうと思います。1回で 300FV なんで20連して 6000FV とぴったりになるんで20連していきたいと思います。まあね、損する気しかしない。絶対あれねタイムパス買った方がいいとは思うんだけど、まあまあまあ検証なんでね、はい、皆さんの期待を背負って今回やっていきたいと思います。一応確率見ていきましょう。うん、まあまあこんな感じよね。 118.6% とか、ベリンガム来たらやばいからねこれ、 0.35% これ来たらマジ勝ちよ。で、TOTR 選手ね、今めちゃくちゃ安いんで、ちょっとそれもね、相まってね、なかなか当ててもね、プラスにはならないんだけど、まあそんなのはいいんですよ。だって118で今いくらよ。118の選手で、多分8億。安くて6億8千万なんで、2人引かないといけないのか、これ。なかなか厳しい道だな。117でも全然いいのか、引ければ。まあそんな感じですね。じゃあ早速ね、パックの方引いていきたいと思います。じゃあとりあえずね単発で10回引きます。で最後にね10連していければなと思います。よし行こう。演出来たら熱いのかな。どうだ。はい、お早速来たぞ。これはひどい。そんなことある。嘘でしょ。パリ・サンジェルマン誰これ。フランス113なんかい。なんだそれ。待って、113もこれ演出くんの。しかも TOT は 25% しかないんだこれ。きつ。まあ仕方ない。これ引くって言ったからな。引きましょう。これもしかして毎回来るんじゃない演出。これうざいな。TOTY じゃねえし。しかも被るし。なんだこれ。まあ いや、3回目。はい。こればっかやん。リンガード。1000万の選手だからね。これ相当損説あるぞ。TOTY、これ来た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 あるぞ。ベリンガム。それはないな。イタリアで。サイドハーフ。どここれ。115。まあ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 いいでしょう。4000万。全然じゃん。全然よ。さあ次。演出ね。TOTY の演出がいい。よし来た。あるあるある。はい。嘘でしょ。これ被るとかないよね。おかしいでしょ。どんな引きよ。おかしいだろ。待って、115って何パーだって。25% でしょ。4分の1の4分の1いてんの。もうよくわからんわ。まあいいや。次6連目。さあ来い。TOTY の演出、はい。待って。これさ、嘘でしょ。ちょっと待って。言葉を失った。えぐくないか。待って待って、何パーよこれ。ちょっと待って、ベリンガム引いたわ。焦る焦る焦る。おい、ちょっと待てよ。これは焦るぞ。え？嘘でしょ？まさかと思ったけど、ベリンガム来たぞ。0.35%。いや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 、嘘でしょ。そんなことあります？え？本当に来てるよね？待って待って待って。一応チェックしよう、市場で。嘘でしょ？所持選手見て、まさかね。持ってるやん。やばくない？何連した今？ 6 連目？ 6 連目でしょ。やばすぎ。1800FV で当たったぞ、ベリンガム。うわ、マジか。嬉しいよ、そりゃ。嬉しいよ。
もう今 1800FV でさ、これビリンガム売れる？ちなみに。あ、めっちゃ売れるじゃん。もう12億、これ売れば獲得できるんで、得ですわ。えぐくないか？ 0.32% 引けるんだ、6連で。いや、こういうこともあるね。やっぱ300引く前に引けるんだよ、ビリンガム。すげえわ。久々パックで神引きしたとこんなにも。どうしよう、育成したいな、こうなってくると。ちなみにさ、俺の手持ちはどうよ。これじゃ無理だ、何もできない。ここら辺さ、進化させてさ、とりあえずまず二進にするのが大変で、二進にするとね、それ以降進化後使えるんでだといいんですけど、まあ今はちょっと育成したらね、動画時間とんでもないことになるんで、とりあえず今回当たってラッキーということで、まあ、検証結果ね、 6000FV のタイムパス買うよりビリンガム当てた方が得。以上です。間違いない。まあこれね、本当に超絶引きよくて、マジで稀になんで、これもうね、今後多分ないよ、動画内でこんな引きできるの。でもさ、いいよね、使いたいもんベリンガム。今さ、一応さ使っててさ、能力比べてみると、レースね、ほらベリンガム強っ、えぐいな。これマーキングも13なんで、やっぱ5進にしたいね。多分4進でどっこいどっこい、本当に使える数値の。なんでやっぱ5進にして使ったら結構多分差が出ると思う。あとは継承なんだよね、これ。何がきついって、強化継承、これがねマジネックで。どこだ、ベリンガムいるじゃん。これ何 FV かかるんだっけ。5000かかるよね、確かね。ほらこれむずいよね。しかもこれ通常7強化になるというさ、地獄だからさ。で、一応その上級継承チケット500枚だと継承できるんですよ、10レベ。今何枚俺、強化継承チケット15枚。もう絶望、もう売るまであるよね、ベリンガム。これ無理やん。ちょっとこれ考えときます。まあ、とりあえずね、ベリンガム引けて大勝利ということで、今回いや本当にいい引きできたわ。ちょっと興奮冷めやらないんですけど、まあ、またねこういう神引き動画ね作れればと思ってます。まあ多分ないな、今後これは。結構ね、このホッシーキング動画史上一番の引きまであるわ、これ。 0.35% を6連で引くなんてことまずなかったんで、今まで。大体さ、なんかさ、20何パーをさ、外して、うわーみたいな。クリットの動画とかさ、10何パー外して、うわーみたいなことしたけどさ、0.35% 引くんだもん。いや、嬉しい。ハッキーとか買うか、ベリンガム売って。そういうことも考えるわ。いや、まあでもベリンガムだな、やっぱり。育成します、頑張って。最後ね、検証結果さっき言ったんですけど、本当だったら多分 6000FV のやつ買った方がいい、タイムパス。TP ね。本当に稼ぎたかったら。相当ね、ギャンブルなんで、このパック買うっていうのは。まあけどね、こうやって当たった場合は、こういうことになるんで、ぜひね、そんなことも参考にしていただければなと思います。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。